あぶねえ、もう。羊飼い K の文字が見えたんだけど、ケイさん誰かとすれ違った。羊飼い K さんだよ、K さん。お茶メイク。茶。ベンクドか。ナイス。マオさん、白取ればいいじゃないですか。マオさんってどこから来た人ですか。俺も考えましたけどね。どこから？キッチン、キッチン脇。あ、そうなんだ。うん、この3人キッチンですよ。僕としゅねさんとマオさん。うん。あ、スキップしてます。はい。アシユゲン033おみキャラクター？ほい。はい。あら。展望デッキの、なんて言えばいいの？あの、停電の下、ちょっと下ぐらいの。でぐらい。そうは閉まってました。でぐらいってことですかね。上ぐらい。停の上ぐらいです。どういう発見ですか？扉閉まってて開けて、僕がアップロードしようと思ったら、機体発見って感じ。アルトさんのセルフではないです、うんうん、すぐ後ろに僕がついてる感じなので、その後ろに僕がいます。あ、そうなんだ。おお、すごいよ。梅健さんか。うん？梅健さん見えてないです。すみません。見えてない。梅健さん、梅健さん、セキュの後どういう経緯ですか？セキュの後キッチンでバーガーやって、で、あの今アルトさんとケイさんが、はい。だとすると僕目線梅健さんがケイさんの後ろっていうのはちょっと違和感で、梅健さんが石油からキッチン側行くのを見送って僕テープタスク終わらしてカメラを5秒回してるんで、うん、バーガータスクだけやってケイさんの後ろだとケイが少ない。ゴミ捨てもやってます。ゴミ捨て先にやってます。先に言ってほしい。ゴミ捨てを先にやって、ごめんね、ゴミ捨てを先にやってバーガーの方に失礼。畑迫さん白出せます。アーカイブです。しゅねさんとゲンさんまで白です。ありがとうございます。まあ、でも泥飯扉閉まってたんだったら僕って無理じゃないですか。切って閉めてリアクター鳴らしたがあるなって思って。真央さんって最初金庫で一緒でしたよね、うん、僕金庫。その後どういう移動になってますか。金庫行ってでキュッキュやってお着替えやってダウンロードやって今宿舎開けてエンジンの通路の真ん中あたり。ミスってにもいなかったと思うけど、あれ、あ、ごめんなさい。ゴミ捨てキッチンだから。うん、僕だって武器庫から行ってるもん。じゃあゴミ捨て料理でしょ。ゴミ捨て料理で料理してるときに、多分アルツさんの方が先行に行ってるんでしょ。で、その後ケイさん、僕が出るときに、ってか俺ケイさんと真横にいると思うけどね。先輩さんって最後どこ？俺エレキ。あ、エレキってんのか。ペンさんは。自分がですね、キッチンでハンバーガータスクやりまして。後に武器庫に行きまして、でコックピットで終わってます。容疑者では。コックピットで最終です。宿舎前右の扉って見えてました？宿舎前右？あ、ごめんなさい。宿舎前の、うん、そう右。昇降機左の扉。梅系対抗じゃなく。K さんって、K さんの場所って今展望キッチンのとこですよね。うん。あ、いや、あのバーガリーだって言われたらそこは見えてない確かに。梅健さん視点で K さんもアルトさんも見えてて、 K さん視点で梅健さんが見えてないっていうのがなんか視野が少なくともお互い一緒ではない証明になってる気が。はい、 K さんって今どこにいるんですか。今じゃなくてさっきキッチンで一緒に入って配線のところに行ったらアルトさんがボタン通報してくれたって感じですよ。
僕の視点だと K さんとコックピットですれ違って武器庫入って僕が扉1個開けて後ろ誰もおらず、いやいる入って左下開けて誰もおらず、そのこの距離感でみんなそんな見えてないことある、まね、誰も見えてないさんいるのよいる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 。現です現です。梅健さんってアルドさん見えてますか？アルドさんは見えてない。見てない。あ、了解するです。けどアルドさんがレポートしてるから、うん、誰かが扉を開けてで俺と K さんで行ってその先に行ってる人が絶対いるから。了解です。うん、これなんで K さんが後ろにいるっていうのを言ったから梅健さんはその後ろに俺がいるって言ったわけでしょ？アルド K 両方が見てるわけじゃないんですね梅健さんは。そう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 。了解する。これこんなごちゃってんのは停電してたからではなく。停電もしてないですよ。リアクターです。リアクターだったからね。そうか。うんうん、まあまあでもあの梅健さんがバーガーの位置にいたら僕は確かに見えないし、うん、っていうので一旦とりあえず僕はやっぱドア開けてゴミ箱やってバーガーしてたとしても梅健さんが短いと思います。いや短いですよねと思って僕も入れてます。さっき3分、プレイで釣るのはやめてほしい。いや待って待って、もし梅健とかが事前に切ってたパターンだとリアクターになるのが遅すぎると思う。切って停電鳴らされる前に相方に照らされる前にリアクターに誘導したかったから鳴らしたが正しいと思うんだよな。そこはインポスターの気持ちじゃないから分かんないですけど、レパス玉ねぎ玉ねぎバーガーの内容ですら覚えてますほんまにレタス玉ねぎは下から上から、レタス下からレタス玉ねぎ玉ねぎまで覚えてます。化粧無理化粧無理なるほど。梅健さん視点誰が一番怪しいですか？だから K さんとアルトさんが白ってことでしょ。これだって僕は白になる？あのね、違うのよ。さんが揃ってるし、俺視点は洗えれない。俺視点むしろ一番後ろだから、俺視点は洗えないのよ。だって俺ガミ線を先に置いてきた以外わかんない。あ、そっか。でもあるか。アルトさんが行きそうなのが見えてるインポスターはリアクター急に鳴らすか一旦。俺コックピットから出てんのよ。メケン視点はペンさんかマオさんとかじゃない？ペンさんマオさんは。伝統を疑うならその2枚の。なるほどね。そうそうそう。伝統を疑われる位置だと思ってる。ペン参議院さん。参議院さんみたいに言うな。だから僕はペンさんが真後ろにいるんだ。いる。あれ？こんなに急に増える？あらあらあら。あ、ごめん、スキップ入れちゃった俺。もう勝手にください。あ、怒ってる。知らない。レタス、玉ねぎ、玉ねぎな。覚えとく。はい、はいはい、もう停電直し、あーあら、もう武器なし、あっ持ってかれてる、畑迫さん持ってかれてる、マットかい、つまりほう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 、俺偽パン偽さん真央さんで疑われる流れじゃんこれも。いやむしろ大丈夫、いやむしろ多分 K さんが訴状に上がってくると思います、うんうん、これはそうか、アルドさんは K さんの死人がないわけですから、ね、いやだから後ろに K さんがいることが見えてない、うん、見えてないだけで、K さんの位置を証明してたのが梅健さんだから、扉開けたのを知ってるし、多分コックピットですれ違ったまでアルトさん覚えてる感じですよね、多分。そうですね、コックピットですれ違って、うん、そこまでの死人はあって、そこから僕は後ろで追いかけてっていう形なんですけど、アルトさんから見えてなかったっていうか、あれ、偽ペンさんって、ごめんなさいね、偽ペンさんって武器庫で何し、なんかしてましたっけ？銃をしまってました。下にある銃をしまってました。うん、そしてその後、まあコックピットに行って終わりました。進行の提案なんですけど、うん、進行の提案なんですけど、魔王ニセペン K から一人釣って街でいいかなって思います。そうしましょう。いいと思います。あとちなみに梅健さんからのパスを僕は多分踏みにじったことになるので、うん、あんまり人外で見ないでほしいです、うん、だってあのインポスターだったら視野も広いはずだから絶対梅健さん死人できてるはずでしょ。なんか解決したんだけど梅健さんがじゃあ視野が広かったっていうことだと解決したから僕の中で、いやライン切ってるね。でも俺釣られないんだったら別に偽ペンでもいい、でも羊飼い系でもいい。ケイさんに一個だけ聞いていい、うん、キッチンに同時に入ったであってんの？ケイさんも認識、ね、ちょっと上にいたけど、あのアルトさんがドア開けてくれてるのをちょっと待ってる。でも僕が追いかけた、うん、ね、分かった大丈夫です、はい、はい、でもちょっとシェリフ、何シェリフ、いねえの？あークードゥか死んでるのか。でも畑迫だったら出るよな、クードゥさんか。まあまあまあいいよ、あのブレそうだから、あのとりあえず K にセペンでいいよ、いいよ、うん、よし、ちょっと K わかりました、白上げときます。
この場合僕はケンさんに入れますが、あの梅ケンさんのバーガーの内容を聞いた真央は黒いと思ってます、タイムイートだと思ってます。自分は喋らないよ。あのリアクターが鳴ってるのにエンジンに下っていく真央さんの行動があんまり黒っぽくないなと思って、ちょっとお時間いただいて喋っちゃいました。ああ、そういうこと。そうそうそう、無視しただけ。ごめん、うん。はい、ナイス。内部は？オーシャンでちょっと喋ります。Kさんのちょっと白目を上げたくて、あの、アルトさんがレポーターじゃないですか、あの日。で、アルトさんが鬼発見した時に、Kさん、開幕アルトさんはもう白出しちゃったわけですよ。で、あの状況か、アルトさんがKさん見てないっていうのが、Kさんがもし人外で距離が取られてて、まあ、見えるか見えないか微妙な位置ぐらいの位置関係に仮にいたとしたら、多分、うん。今みたいなそのアルトさんに叩かれる可能性がリスクのある行為を K さんがわざわざするかなっていう印象がありまして、まず僕の視点から話すと、僕はコックピットから出て下に行って発見なんですけど、はい、僕のコックピットの伝統をまず疑ってないのが1点、うん、次回疑わないですよ。だから僕追いかけてキッチンの扉開けてるアルトさんを見てるんですから。だからね、 K さんが黒だったら多分浮き位置でもいいからとりあえず適当な位置を言って黙っておいて、容疑地の1枚として参加してアルトさんのセルフもありますよねっていう形の方が HP 多くなると思うんです。アルトさんとこれ止めるんじゃないの、1スリー入れて釣りは止めるでいいんですけど、いいす、ね、まあ、今後のために疑惑を解消しておきたいっていう話だと思うんですけど、アルトさんと僕のすれ違ったタイミングってキルクールタイム開けてないタイミングだから、それの前のタイミングでアルトさんがコックピットからの弁当のキルに関しては疑う余地がない、それは起こり得ないことだから、その後僕はキッチンに追いかけて行って扉を開けているアルトさんを見た以上、そこには弁当で通る道はないもんで、アルトさんはキルしてないよっていうのを伝えた形です。まあまあ、普通にアルトさん視点で見えてない K さんが実はキルして弁当の中にいてアルトさんの発見を知ってるからそこにいたって言って、見てないけど目犬はその羊飼い K さんを見たってフォローしてるパターンがあるので、あ、もちろん、あの多分アルトさんの疑問に僕は一旦解消したんで、うん、だからこそ疑いの目って多分いつまでたっても解消はされないと思っていて、うん、いいですよ、全然としては理解しましたので、うん、印象がよくなっとけば、うん、後であの何でしょう、僕の目の前で誰かが切った時に有利になるので、こういう積み上げも大事かなと思って、多分源さんがパスくれた感じですよね、うん、まあ長々と話しましたけど、まあ、とりあえず開幕アルトさん弾いたっていうのが印象いいって話です。はい、ガス、まあ、あんまり刺さってはない。あ、いや、アルトさんに刺さってればいい感じなんで。僕には刺さってない。刺さってないんかい。頑張ってね、この時間じゃ。もうええわ。わかりましたということ。虚無の時間。なんで僕じゃ丁寧に説明したの。話すネタもなかったんで。で、見ただけです。おうおう、ガミさんはシュウネさんと近くにいた記憶が左であります。ありません、
初手ガミさんとマオさんと周年貨物で湧いております。ラウンジアーカイブ社はメインエンジンコミュと言っていて、コミュを直したのは周年です。その場にゲンさんもおられました。その後ゲンさんがどこ行ったのかは知りませんが、ボタンを押しに行ってるところでリアクターが鳴ったので、あ、コックピットでダウンロードはしてますけどね。コックピットでダウンロードしてからエンジン昇降機左でずっと入力して終わりです。シュネさんに追加で情報出しておくと、私ガミさんと一緒に武器庫に入ったんですね、そのコミサボの後で。ガミさんは上の銃をしまいに行って、うん、私はそのまま下に流れたという感じですので、シュネさんがガミさん見てないというのは一応成立はします。はい。あと開幕シュネが貨物ラウンジアーカイブシャワーメインとガン出してる時にエレクに降りていくスナパイさんを見ています。うん、多分テンポデッキから出てきた人ってどなたです？リアクターなるちょい前出てこない、死体の人かインポスターかってことで、ゲンさんが言ってることがせいならガミさんじゃないかな。うん、OK です。じゃあガミさんの方が多分直近っぽいっすね。あと死体っぽいっすね。タスク終わんないです。残り一郎ならタスクは絶対終わりますが、うわーきつい、もう全部サボ回しちゃったから私マジで分かんないのこれ。どうします、もうあと一郎って前提で釣り入ります。さすが一郎だった場合どっちでって、まあ、どっちでもいいの。うん、あ、いや、あと一郎だったっていうことになると偽ペンさんでインポスター確定だから。マオさんの経路ってどういう感じですか？俺は貨物で右上の給油やってラウンジでカポカポやって、終わったあたりでアルトさんいたっけ？いましたね。その下ガミさんが通過してます。で、その後アーカイブ行ってシャワーの覚ゲーを入力してメインエンジン宿舎でミーティングに行って、ミーティングのタスクをやってる時にリアクターが鳴ったんでボタン押した。全員でボタン押しましょう。もうこれ無理だ、はい、どうやっても釣れないから全員でサボ、全員でボタン、うい。明らかに色を残ってるならのキルペではないと思う。でも来れないか。あぶねえ、もう羊飼い K の文字が見えたんだけど、Kさん誰かとすれ違った。羊飼い K さんだよ、 K さん。マオさんが降りてきました。 K さんが登ってくるのが見えてんだよな、多分あれ。はい、その通りです。違う違う違う、 K さんの見たくね、とりあえず見たミーティングの上に死体があって、マオさんがすれ違いざまで降りてきたって感じです。じゃあ K さんが切ってる。俺あの治んないからコミュサボに降りて、違うわ、コミュサボに行こうとしたら K さんが行って、え、死体どこ？ミーティングの上です。ミーティングの上、じゃあ K さんでいい。あれ、そう見たんでしょ、 K さん。 K さんの文字だけ見えて、ああ、じゃあもうそれでいい。アルトさんどこから発見ですか？あ、僕ね、ミーティングの中にいて、シューガーさんが上にいたんですよ。で、はいはい、多分直しに行こうとしたんだろうね。なぜ手前側の真央さんは切られてないんでしょうね。手前側の真央さん、どういうこと？真央さんと僕はすれ違って、うん、その奥にあるしゆねさんをレポートして、すれ違ってない、まずそれが嘘。もうその時点で嘘だからこの話は意味がない。俺、ケイさんが殺してる。すれ違ってない、すれ違ってないと、うん、アルトさん、すれ違ってないらしいですよ、僕と真央さん。うん、すれ違ってないよ。現状今どこ？俺今エンジンコミュサボを直しに行ってる。どっから通ってエンジンに行ったんですか？メイン。エンジンで今どこにいます？今エンジンの、右のメインの入り口の階段あるじゃん、そこ。はいはい、ゲンさんどうすか？ドア情報言えますか？ドア状況、あ、メインエンジンのドアを俺が開けたから、
そこは空いてる。他はし分かんない。ここが嘘になりますね。ですよね。メインエンジンは私と K さんだけ出るんで。はい。ふざけんなよ。羊飼い系が殺していた。羊飼い系だ。よかった。いやまだ未確定の要素あったんで。よかった。ちょっとアルトさん。アルトさん。あよかった。くそ。大丈夫大丈夫。もう疑念は払拭されてるので。よなさあ、いやもう完全に別の場所言えばよかったな。くそナイスナイスアイト。くそー、いや魔王さん惜しかった。いやナイファイ惜しかった、ありがとうございました。いやジジイどうも。いや惜しかったっすわ。でも梅剣が裏切ってる、やば。勝ったかもしれん。勝ったよアルトさん。全然響いてない感あったからすっごい不安だいや登ってきたな、ちょっとあれ。いや、まあ、俺の視点だと本当にケイさん見えてなくて、ワンチャンらしいね。そうなんですよね。多分言ってることは分かるんですけど、疑念がどうしても一方的な信任って怖いっすよね。怖いっすよね。どうしても自分の視点の方が動き早いっすからね、先を見えちゃうんですよね、うん、よし、じゃあ多分ラストですかね。お願いします。お願いします。よっきー。